画で見る1987年、1987年を舞台にした映画作品を紹介ということで、今回は1987年が舞台になっている映画作品を紹介します。それぞれの映画を通して1987年がどういう時代だったのかということを知ることができると同時に、また当時のカルチャーなどに触れることもできます。またさらに、いろんな国の1987年を見ることで当時の世界全体の流れを知ることができるんじゃないかなと思います。ということで、早速1987年が舞台になっている映画作品を紹介します。まず最初はアメリカの1987年を知ることができる作品です。最初に紹介するのは映画プレシャスです。こちらの作品は1987年のハーレムが舞台になっていて、虐待と貧困に苦しむ16歳の少女の姿が描かれています。主人公のプレシャスは親に虐待され、16歳にして娘が1人いるだけでなく、お腹の中には2人目の子供がいます。父親は家を出ていて、母親は生活保護を当てにして全く働かず家でゴロゴロしているだけです。そんな中でも主人公のプレシャスは大外学校に通い、自分の希望を見つけようと必死に生きています。この作品では当時のハーレムの状況がリアルに描かれているんですけれども、それと同時に後半では当時蔓延し始めていた HIV の問題も出てきます。 HIV は1983年に初めて発見されたウイルスですけれども、アメリカで蔓延する様子や HIV の治療薬については映画ダラスバイヤーズクラブで描かれています。これは1985年に HIV に感染した主人公が治療薬を求めて製薬会社や FDA というアメリカ食品医療品局と戦う物語ですけれども、この作品の中では1980年代後半の HIV 患者が置かれている状況を見ることができます。ダラスバイヤーズクラブは1985年から始まるんですけれども、この作品の中で主人公が先ほど言った FDA と裁判で争っていたのが1987年でした。映画プレシャスの方では、HIV に感染してしまった、主人公のプレシャスがその後どうなったかまでは描かれていませんけれども、ダラスバイヤーズクラブを見ると、当時の HIV 患者たちの置かれていた状況がわかるので、この2本の作品を合わせて見ることでプレシャスのその後の人生を感じ取ることができるんじゃないかなと思います。続いて紹介するのは SF アクション映画バンブルビーで、こちらの作品の舞台も1987年になっていました。1987年にバンブルビーは地球にやってきたんですけれども、バンブルビーが降り立ったアメリカはレーガン政権の時代でした。で、物語の中では、それほど強く当時の政治については描かれていませんけれども、登場人物の一人であるバーンズ少佐の部屋にはレーガン大統領の写真が飾ってありました。で、また彼らは地球外からやってきたディセプティコンに協力するんですけれども、それは彼らのような機械生命体とソ連が協力することを恐れたからでした。で、この時代はまさに冷戦時代で、アメリカとソ連の関係は緊迫状態です。なのでソ連に機械生命体を渡さないためにも、彼らに協力すると同時に、さらにはそれを分解して武器にしようとする展開は当時のアメリカとソ連の冷戦を感じることができます。ただ先ほど言ったように、このバンブルビーの中では、そこまで強く政治については描かれていません。その分バンブルビーでは1987年当時に流行っていた映画や音楽などのカルチャーに触れることができるようになっています。続いてカセットテープダイアリーズでは、イギリスの1987年が描かれていて、当時のサッチャー政権の中で仕事を失い家計のやりくりに苦しむ家族が描かれています。1987年のイギリスは失業者で溢れていて、映画の中でも失業者300万人超えという新聞の見出しを見ることができます。さらに白人至上主義者による人種差別がはびこっていて、パキスタン系イギリス人である主人公もまた街中で露骨な差別に遭っていました。なのでこのカセットテープダイアリーズを見ると、当時のサッチャー政権の下で苦しむ労働者たちの姿を見ることができます。韓国の1987年を描いた作品は1987ある戦いの真実という作品です。こちらは1987年に韓国で起きた民主化運動を描いた作品です。
当時韓国は独裁政権で軍事国家に近いものがあり、国民の言論の自由が奪われていました。新聞やテレビをはじめとする報道も規制されていて、国民が政府批判をすると逮捕されてしまうというそういう状況が続いていました。そんな中でも学生や民主化の運動家たちは立ち上がり、声を上げデモを行います。政府の方は、その運動を押さえつけようとするんですけれども、政府が押さえつければつけるほど国民は立ち上がり、ついにはそれが大きな一つの運動になっていきます。それが1987年の6月に起こった民主化運動なんですけれども、当時のチョン・ドファン大統領を追い詰め、韓国の国民たちは自由を取り戻します。そんな彼らの死闘を描いたのがこの1987ある戦いの真実という作品です。ということで今回は1987年が舞台になっている映画作品を紹介しました。今回取り上げたのはアメリカの1987年を描いたプレシャス、ダラスバイヤーズクラブ、バンブルビー、イギリスの1987年を描いたカセットテープダイアリーズ、韓国の1987年を描いた1987ある戦いの真実の5作品です。これらの作品を見ると、当然ながら1987年の、世界の状況がわかるんですけれども、共通点としてどの国でも弱者や貧困者たちが追い詰められていて、政府がその人たちに手を差し伸べていない状況が描かれていました。なのでこれらの5本を合わせてみると、国や状況は違ってもそれぞれの場所で同じようなことが起きていたということを実感させられると思います。で、さらにいろんな国の1987年を見ることで、当時の世界全体の勢力図や世界各国で起きていたことを知ることができて、1987年という時代がどういう時代だったかということを学ぶことができるんじゃないかなと思います。ということで今回は映画で見る1987年の世界状況、1987年を舞台にした映画作品を紹介しました。